親分、このままにしておくわけにはいかないって。せっかく真剣虫相撲大器王の名を轟かせたってのに、あのガキの思い通りにさせていいのか。そうだ、あのガキ絶対にイカサバしてるぜ。親分を罠にはめたんだ。だがどいつもこいつも何慌ててやがる。この間の戦いは俺様が油断しただけだ。あのガキあんまりにもパッとしなかったからよ。あれは無効だ、無効。あんなガキのイカサバなんかほっといて、計画通り新たき極意堂々虫相撲大試合を開催すんぞ。ほんで俺様が長年鍛えてきた赤べに一生出場させるんだ。そうなりゃ観客たちは俺様に盛大な歓声を送る。赤べに一生の圧倒的な力を持ってすれば、あのガキ足をガクガク震わせながらビビるにちげえねえ。どんなイカ様もできねえさ。つまりあいつに勝つなんざ俺様にとって楽勝ってことだ。親分、さすが。しかし忍の姉子はいつ帰ってくるんだ。新たき極意堂々虫相撲大試合を開催するにしても、どこから手をつけたらいいのか。新たき極上正々合子大祭典の経験から考えると、まずは天領奉行に報告して開催許可をもらって、あと会場の使用証明も必要になるんだよな。いずれにせよどれも経費がかかる。極意大試合を合子大祭典より盛り上げるには、せめて参拝のもらは用意しないと。待て、天領奉行の名前を聞いたら頭が痛くなってきた。経費は一日働いて3日休むのをやめりゃいい。ここは一踏ん張りして2日働いてから4日休もう。そうすりゃ俺たち全員合わせて4日も多く働けて4倍のもらが稼げる。これなら十分足りるはずだ。さすが親分。じゃああとは参加する選手のことだけ考えればいいな。選手はそう強くなくても親分の手助けができて、相手の雑魚さえ倒せれば十分だろう。そうだ、あのガキ5人の虫相撲名人を引き連れて公正に勝負するとか言ってたよな。けど荒滝派の中じゃ虫相撲に精通してるのって親分しかいないぞ。そいつらが順番に親分一人に挑んできたら、さすがの親分もしんどいんじゃないか。おいおめえら、まだ始まってもねえのに何尻込みしてんだ。荒滝屋の闘志を見せてみろ。そんな小さな問題俺様が何とかしてやる。そうだな、昔の虫相撲仲間たちに相談してみるか、それともあの長野花花火屋に参加してもらうように話をつけるか。いやダメだ、そんなことしたら俺様がガキに負けたってのがすぐ花見坂中に知れ渡る。そんな恥ずかしめは受けたくねえ。よっ牛使い野郎、何やってんだ。おお、びっくりしたじゃねえか。いつからそこにいたんだ。何言ってんだよ、オイラたちずっとここに立ってたんだぞ。旅人と冒険者協会へ行こうと思ったら、遠くからお前たちが騒いでるのが見えてな。しかもわけのわからないことばっか言ってたけど。おい、台が抜けてんぞ。一文字違うだけで凄みが大きく変わってくんだろ。ダチコ、おめえも虫相撲をもっとやればきっとこれの熱い魂を理解できるはずだ。つまり虫相撲で負けたからどうやっておめえを返上するか考えてたんだろ。そいつは違う、あんなのはズルだ、ズル。そうそう、あの花門玉将とかいうガキは、親分が他の仲間と腕を磨き合って疲れ始めたところに急に現れて勝負を挑んできたんだ。で無駄に大きな鬼カブトムシを使ってバシバシーっと親分の虫をひっくり返しやがった。それから親分に虫相撲の強者がいる本当の世界を見せてやるとか言ってた。おい守る、俺様が負けたところは詳しく説明しなくていい。
話を戻すぜ。ダチ公は何をやらせても才能があるらしいじゃねえか。新しい技なんかもすぐに覚えて、しかもそれが大半のやつより強いときた。何を言おうとしてるのかもう分かったぞ、牛使いやろ。代わりにその花門玉将ってやつを倒して仇を取ってくれって言うんだろ。しかもただ働きで。ただ働き？そろそろちびすけ、俺様がそんなチンカな野郎に見えるか。もしダチ公が助けてくれたら、2ヶ月分の昼飯として毎日店の看板ラーメンをいっぱいおごってやる。どうだ？毎日いっぱい？それなら考えなくもないけど。これは親分がある勝利と引き換えに手にしたもんなんだ。この前真剣虫相撲大器用を自称してる仲間がいてな、親分はそれを耳にして納得がいかずにそいつに挑んだ。親分が勝ったらその称号を渡してもらうっていう約束をしてな、丸一日続いた92回の苦しい戦いを経てついに親分は新勝した。だがそいつは自分のとこのラーメン屋の看板ラーメン毎日一杯無料券と引き換えに2ヶ月後に称号を返すように親分にお願いしてきた。そいつんとこのラーメンがどんなもんかは知らないが、2ヶ月分なら十分魅力的な提案だろ。それに親分の腕の上達速度からして、その2ヶ月できっともっとかっこいい称号が手に入る。この条件はこっちからしてもおいしい。ただそのラーメン屋がどこにあるのか聞き忘れちまったけど。そこまでだ。家庭なんざどうだっていい。とにかくラーメンはダチ公とチビスケにやる。ちょっと待て、オイラたちまだ考えてる途中だぞ。もう玉将には挑戦状を出した。あいつも助っ人を呼んで俺ら新竹屋の挑戦に応じるそうだ。場所についてはもう選んである。そこでダチ公、まずは伝領奉行で複雑な手続きを済ませてくんねえか。善は急げだダチ公。それにちびすけ、早速出発すんぞ。話がそこまで進んでるならさすがに断りにくいな。牛使い野郎もかなり張り切ってるし、ついていってやるか。虫相撲のことを勉強して代わりに相手に勝てばいいんだろ。これくらい簡単そうだしな。お？お前、牛使い野郎の子供っぽいオーラにでも当てられたのか？悪くねえ。守るとアキラが用意した物資も揃ってる。早速会場を作ろうぜ。立派な土俵じゃねえか。悪くねえ。ダチ公、まさかこんなとこでも才能を見せてくれるとはな。これに俺様の素晴らしい宣伝が回されば最高の雰囲気を演出できる。旅人の腕はさすがだな。親分の画力もすげえぜ。でもここって稲妻城から離れすぎじゃないか。本当に見に来るやつなんているのかよ。問題ない問題ない。俺様の知名度をもってすればきっと大勢の人が来るに決まってんだろ。姿の彩り祭の時にはここで剣術の試合が行われたって聞いたぜ。もちろん虫相撲の決闘にももってこいの場所だ。さーて次はお前らに俺様が鍛えた天下無敵の鬼カブトムシ赤べに一生を見せてやる。おお、本当に赤色の鬼カブトムシだ。かっこいいぞ。牛使い野郎、案外頑張ってたんだな。どこでこいつを見つけたんだ？もっと近くで見てもいいか？へっ、
好きに見てくれていいぜ。満足するまでな。ただし、俺様が赤べに一生どうやって育てたのか、その秘密はそう簡単には教えられねえ。あれ？なんか嗅いだことある香りがするな。バルベリーのジャムか？気のせいだろ。きっと腹をすかしてるからじゃねえか。そういえば親分、威嚇塗装の保護膜をまだ塗ってないんじゃないか。雨が降ったら9000モラで買った輸入品のジャムが無駄になっちまう。心配いらねえって。新たき極意堂々虫相撲大試合はまだ始まってねえし、赤べに一緒に最後の保護膜を塗るまで時間は十分にある。お前らはまずチラシを準備して客がしっかり入るよう呼び込みをしてこい。俺様はダチコウとチビスケが慣れるまでここで指導してる。そんで一緒に飯を食って祝おうじゃねえか。はあ、こんなに働くなんて俺様って大変だな。はあ、へえ、お前ら結構気合入ってるんだな。出た、花門玉将。そんなバカな、どうしてここが分かったんだ。真剣虫相撲大器を忘れたのかい。虫相撲の強者たちは惹かれ合うんだ。前回もそうだっただろ。まさか俺たちとどう戦えばいいか分からず慌てて準備してたなんてことないよな。何バカなこと言ってんだ。俺様は鬼カブトムシと心を通わせてないときは強者の気配を隠してんだよ。ただ単にお前の洞察力を下に見てただけだ。あ、こいつが牛使い野郎を任したやつだな。見た目は普通の子供だけど、なんか言葉遣いが独特だな。この感じ牛使い野郎の天敵っぽいぞ。花門玉将、ここまで来れたのは褒めてやる。この真剣虫相撲大器用も本気を出す甲斐がありそうだ。だがすぐに後悔することになんぜ。おめえらの無謀な行動は自ら頭を差し出して殴ってみろと言ってるみてえなもんだからな。ほう、かなり自信があるみたいだ。どうやらお前も最強の切り札を手にしたみたいだな。初っ端から任してもつまらないし、まずは部下が相手しよう。はっ、顧問で俺たちを試すってか。それじゃあ俺様は空飛ぶチビ、おっと待てよ、空飛ぶチビスケは新たき派を代表して戦うんだ。気合であいつに負けちゃいけねえな。称号もかっこよくしてやんねえと。よし、空を駆ける白鉄チビスケ、お前があいつを懲らしめてやれ。え、なんでオイラが。親分、もうこいつらと対決するのか。まだ試合の宣伝もできてないし、親分の親友とそのチビスケも虫相撲の実戦をやったことないだろ。ち、そうだった。だが売られた喧嘩だ。俺様がひるむわけにもいかねえ。宣伝なんざ後だ。虫相撲のコツは俺様が横から空飛ぶチビスケ、いや空をかける白鉄チビスケに直接指導してやる。実戦も勉強のうちだ。負けても気にすんな。ひどいぞ。まだ始まってもないのにオイラが負ける前提で話すなんて。白鉄ジビスケ、新たき屋の気合を見せてやれ。それにお前に先陣を任せたのは俺様が考えに考えた戦略だ。この戦略のひらめきは忍が話してくれたリーウェイの物語を参考にしてる。我が陣営の最弱を敵方の最強と戦わせよ。我が陣営の中堅を敵方の最弱と戦わせよ。我が陣営の最強を敵方の中堅と戦わせよ。さすれば参戦のうち2勝が確約されるだろう。お前には確かに才能がある。だが実戦の経験は少ない。俺たち
虫相撲の強者の中ではただのヘナチョコだ。そんなヘナチョコを先に行かせて、あっちの名人が活躍する場を一人分削れるならこっちのもんだ。でもそれだとお前が後であいつらの親分の花門玉将と勝負することになるよな。つまりお前がこっちの最弱ってことにならないか。ちょっと待て、そうなるのか。うるせえ。俺様の戦略がさっきの物語と全く同じだなんて言ってねえだろ。わかったわかった、行けばいいんだろ。オイラだって舐められたくないしな。よく見てろよ、オイラがヘナチョコなんかじゃないってところ見せてやる。無駄な時間を過ごしてると仕事が…なんとも平凡な相手だ。戦わせる鬼カブトムシもただ派手というだけ。浅はかだね。外見なんて所詮は無意味なものなのに。鬼カブトムシで一番大事なのはその能力であり、雷の力と共鳴することだ。故に虫相撲の人生を歩む上で大事なのは鬼カブトムシを選び抜く目、それに尽きる。どんな理屈だよ。一番大事なのは実戦で活躍できるかだろ。虫相撲の腕を磨くことに力を入れるべきじゃないのか。そうだ、ちびすけの言う通りだ。実戦で活躍できなきゃ能力もへったくれもねえだろ。いいか白鉄ちびすけ、相手の鬼カブトムシの動きを観察するんだ。そしてこっちの鬼カブトムシに攻撃を回避させて、相手の隙をついて一気に攻撃を仕掛けろ。攻撃の範囲内に入ったら赤部日照は相手に強力な一撃を与える。つまり相手が攻撃してきたら鬼カブトムシを退かせて、相手が隙を見せたら鬼カブトムシを前進させる。相手の不意を打つってことだな。なんだ簡単そうじゃんか。よしやってみるぜ。旅人も今のを聞いたらできると思うぞ。つけ焼き場で虫相撲の技を覚えるなんて人をバカにするにも程があるよ。無駄話はここまでにしよう。君たちの鬼カブトムシを出すといい。この僕が見極めてあげるよ。才能あんじゃねえか白鉄ちびすけ。これで所詮は相手の負けだ。ご褒美に後で卵焼きをおごってやる。花門玉将、僕が新米に負けるなんて君に合わせる顔がないよ。
平気さ、気にしないでいい。相手の助っ人はただ者じゃないようだ。俺たちも他の武将を出陣させないとな。真剣虫相撲大起用、まさかこんな短時間で頼もしい投資を見つけ出し本陣を守るとは思わなかった。これから毎日こちらは1名の武将をお前たちの本陣に送る。最後まで持ちこたえてくれよ。でないとお前ら荒滝派は虫相撲界の笑い者になるんだからな。おいおい、行っちまったぞ。まさかビビったのか。いきなり現れたかと思ったら急に消えやがって、しかも大口まで叩いていきやがった。まったく腹立たしいやつだぜ。あいつらの話だと花門玉将は何人かの部下と戦わせるつもりみたいだな。つまりまた対決しなきゃいけないってことか。そういうこった。どうやら極意堂々虫相撲大試合をアルタキアで最も盛大な祭典にするには時間が足りないようだ。まあ雰囲気を盛り上げることより今の俺様にとってはこれからの対決の方が大事だがな。さっきは空を駆ける白鉄ちびすけが強敵を打ち破り一気に名を上げた。俺様も熱い闘志が燃えたぎってきたぜ。まだ虫相撲の駆け出しだった頃に初めて花見坂の強者に挑んだ時のことを思い出しまった。まさか牛使い野郎も虫相撲を覚えたばかりの頃にベテランに勝った輝かしい過去があるのか。当時親分はボロクソに負けてたな。でも敗れたからこそ白鉄ちびすけ様の虫相撲をする勇士に感動してるんだろ。そこはどうだっていいんだよ。真剣虫相撲大起用、空を駆ける白鉄ちびすけ、そして起用の右腕旅人、俺たち3人で力を合わせて花形玉将とその手下どもぶっ倒してやろうぜ。それぞれの相手と戦う前にまず先に戦略を話し合うんだ。俺たちの白星が相手より多くなればなるほど花形玉将も自ら出陣しねえとならなくなるからな。なんだか本題に入るのが早いな。でもさっきの戦いはなかなか良かったな。牛使い野郎を手伝って相手に勝てば2ヶ月もラーメンが食えるぞ。ここは気を引き締めて牛使い野郎を手伝ってやろうぜ。そう来なくちゃな。俺様の指揮に従って全力で戦えば必ずやあの花門玉将を打ちのめすことができんぜ。